松川中央公園にある成長あずみ説の歌碑、あずみ説開館あずみ節は、日本の長野県松川村を発祥とする民謡。新民謡に分類される。あずみのの北アルプスと、田園風景、人々の生活を歌と踊りによって表現したもので、ある。7.77.5の歌詞を基調とし、踊りと合わせて演じられる。松川村の属するあずみのにおける、 土着の歌を元にして1923年に、シバフ太子生が創作した。安住節が創作された、当時、深刻な不況で農村が疲弊し、とりわけ小作農民の生活は悲惨であった。そのような暗い世相の中で明るく祖国愛、郷土愛を育てていこうと、作者、シバフ太子生が願ったことがきっかけであった。また、地域の盆踊り歌や、仕事歌が衰退しつつあり、 良いものを残していきたいとシンバが願ったことも動機の一つであった。大正時代の半ば、郷土意識の高まりつれて、長野県北西部の安曇野でも短歌や小説などの文化活動が盛んになっていた。シンバが注目したのは民謡であった。歌に合わせて踊る民謡は、民衆の実生活がそのまま映し出され、多くの人々に共感を及ぼしうると考えたことによる、 最初に発表されたあずみ節は、現在、豊品町と呼ばれる流れのものである。新馬太志星は、完成度に満足することなく、1925年に、成長あずみ節を発表した。歌詞はほとんど変わらないが、成長は、歌詞の最初に、さあがつき、豊品町にはつかない。リズムやテンポにはそれぞれ特徴があり、成長と豊品町に比べゆっくりと進み、 アクセントや抑揚がつけられている。踊りにも違いがあり、成長は24動作、吉品町は20動作である。歌詞については、特定個人が作ったものではなく、一部については、以前からあった歌詞を用いたものの、大部分は、地域から歌詞を公募する形をとった。その結果、そのレパートリーは、数万を数えるという。 1983年には、成長あずみ節が村の無形文化財に指定された。あずみ節保存会の会員によれば、あずみ節は、同会の会員の高齢化により存続が危ぶまれているとした。一方で、同村の松川小学校で上演された、創作者の新馬太姿勢の生涯をモチーフにした演劇のように、あずみ節の伝統をつなぐ試みも行われており、 後継者の育成も図られている。2016年4月5日には、JR 大井都線品の松川駅前のセピア、あずみのに、あずみ節会館が開設された。ありがとうございます。